ソバディクラブという楽隊か、はい、こんにちは、ジョン楽隊というでございます。こちらはですね、バンコク、シーロムナラティワート交差点でございます。はい、名前の通りですね、シーロム通りとナラティワート通りが、交差する交差点でございます。今ね、私の後ろの方に見えてるのがね、向こうの方がね、シーロム通り、タニアとかね、パッポンとかある方でございます。で、横に通ってるところがね、ナラティワート通りでございます。で、今回はね、このシーロム通りに何があるかをね、紹介したいと思います。まあ、本当はね、向こうのね、方からずっとあの撮影をしてきて、この交差点までが、まあ、前編ということでね、この交差点から、チャルンクルン通りまでがね、後編ということを予定してたんですけど、まあ、今ね、ソンクランの期間中ということでね、もうこのね、向こう側はとてもまともにね、歩ける状態ではないので、まあ、先にね、後半の方を撮影して、お届けしたいと思います。まあ、向こうのね、方は次回ですね、次回タイに来た時にね、撮影したいと思います。もうここもね、ちょっと心配なんですけど、多分こっちはなんとか行けそうなんでね。はい、ということで、今回もどうぞよろしくお願いいたします。先ほど申しましたように、こちら方面ですね、今映している方が、タニア通り、パポン通りのある方でございます。で、こちらね、今車が止まってるかな、あの辺、もうちょっと向こうのところね、の次の交差点の左側がですね、まあ、皆さんおなじみの、ソンブーンの、スラモン店でございます。はい、では今回はね、西側、チャルンクルン通りの方に向かってね、歩いていきたいと思います。なんだろう、モールなんですかね。ちょっとね、この辺りは中華っぽい、お店なんかもね、ありますよね。向かい側に、見えますのがアストンホテルでございます。はい、ここね、今何もないですけど、なんかバミーナンみたいないい匂いがするんですけど、すごく、あれなんだろう、トリプルインエイトなのかな、トリプルエイトインなのかな。こちらホテル G でございます。No problem.
Don't broke. Oh, ai nhăng quá. こちら霊長交差点から分かれてますのが霊長通りでございます。あれこの辺にセブンイレブンあったと思ったけどな、なくなったのかな。はい、向こうやってますね。フラマーシーロムでございます。はい、フラマーシーロムロビーはねかなり狭いですけどね、日本人、利用される方も多いですよね。でこちらね、あの反対側にはマッサージ屋さんが何軒、3軒くらいかな並んでます。で、あれ習いホテル閉まったんだ。習いホテル建て替え2027年。はい、こちらシーロム通り11でございます。残念だな、私ここ好きだったんですけどね、決してね高級ホテルではないです、昔はね高級だったはずです。この辺りで多分一番で、まあ、最近はね古くなったんでそういう高級っていう部類ではなかったんですけども、朝食ブッフェがですねそのホテルのレベルに比べてねむちゃくちゃ良かったんですよね。まあ、最近はだいぶね落ちてましたけど、2027年に再開、新館で再開のようですね。はい、そうだ、そういえばね今回このホテルいろいろ検索した時に習いホテルって一回も見なかったな。じゃあこの辺りにね隣にあった併設されてたお店とかももう全部閉まって建て替えですね。はい、向こうがね総員の18ですね。総員の13でございます。この辺も食堂なんですけど、これは何だろう、今休みっていうわけでもないかもだけどな。ソフトオープニング9月19日、2月19日って今年のじゃなくて去年のだよな。これは何だろう、レストランか。でコーヒーショップ、向かい側にセブンイレブン。はい、こちらマッサージ屋さん。はい、あちらは総員の20でございますね。もうこの通り全体がね市場みたいになってまして、まあ、向こうのスラボン通りまで抜けられるんですけども、
い、でこちらヒンズー教林があります。パン通りですね。これなんていう寺院だったかな、名前忘れましたけど。あ、その前に私行ったことないんですけど、この辺にねマッサマンカレーのなんか有名なお店があったと思います。あ、これかな、これはアロイアロイ。ゆっトゥクワンプ、水曜日、毎週水曜日が休みって書いてあるな。だけど今日は水曜日じゃないけど休んでます。こっちかな、どっちかわかんないですけど、どっちかわかんないですけどね、ここに看板が出てるので、どっちだろう、どっちかわかんないけど、まあ、とりあえず今日は休みです。水曜日ではないけど休みです。なんか出てんな。ティニエラ、ランマッサマン。ああ。ソンクラン休み1週間。8日間ソンクラン休み。しかも日本語書いてありますよ。はい、ここみたいですね。はい、美味しいマッサマンカレー食べたい方は来てみてください。多分美味しいんだと思います。私は食べたことないんで知りませんけど。マハウマテリー、こちらですね。ワットケープって外国のお寺ってことか。ワットケープって言えば通じるのかな、ここ。あれ、舞踊が見れたのかな、違ったかな、ムアイタイだったかな、何かを見ながらね、確か食事ができたと思います。タイ舞踊かな。こちらが、あ、これソイなのか、これソイ17みたいです。こちらプラムアン通り、プラムアン通りが分岐してます。プラムアン交差点でございます。逆側へ、ソーイ26です。
あたりですね、あの今反対側にも見えますけど、あの宝石屋さん関係がね多いですね。なんかの、あのそういう商売に長けた人種の方がたくさん住んでるのかもしれません。でこちらセントラルシーロムタワー、八本通りのね、八本じゃない、谷屋通りの向かい側にセントラルシーロムでありますけど、それとはまた別にあるんですね。こちらがシーロム通り19でございます。バスがなぜかここで止まったと。これバス停なのか。インド系の人が多いのかな。まあ、さっきのあのお寺もインド系ですしね。ここもジュエリートレードセンターバンコクで、この奥のところ、奥というか裏というかね、に、まあ、なんかそういう、あれここのことかな、あのなんかモールがね、ありますね。こちらホリデーインシーロムでございます。フロントはね上ですね。こちらあれ、ここセブンイレブンあったのいなくなったんだ。これだけ大きなホテルの中にあるセブンイレブンが潰れるとは相当大変だな。この中にはね、お店が、レストランとかマッサージ屋さんとかあります。通りでございます。スラサップ通りをね過ぎました。今このすぐ横にもジュエリー屋がありましたけど閉まってますね。まあ、そんくらいでお休みなのかもしれません。マッサージ屋がございます。こちらシーロム通りの総員21です。トルコ料理屋さんの看板が出てますね。あー、トルコ料理だけじゃないんだな。ここなんかいろいろとお店がありそうですね。はい、でこちら上高速道路シーロム交差点でございます。これが
沿いの23ですね。できた、高級ホテルというとね、ルーフトップバー設置してるところが多いんですけどね、まあ、ここのシロッコができてからですよね、ルーフトップバーがもうすごい人気になったのって。はい、ではね、こちらバンラック交差点でございます。日当たりですね、ここでね、シーロム通りは終点でございます。この今、突き当たってる道、これはね、チャルンクルン通りでございます。はい、ということでね、シーロム通りの紹介の動画はここまででございます。